はい、タイガです。今回は YouTube のライバルが多いジャンルで勝ち抜く戦略について解説をします。 YouTube を始めたいけど今から始めてうまくいくのか不安という人っていますよね。また思い切って始めてみたけど競争相手が多すぎて全く再生されず落ち込んでいるという人も多いと思います。実際に YouTube では参入が激しく、すでに競合チャンネルが多いレッドオーシャンになっているジャンルもたくさんあります。この競争相手が多い中で勝ち抜くにはある戦略が大事なのですが、この戦略を知らずに損をしている人も多いです。そこで今回はライバルが多いジャンルで勝ち抜く戦略について解説をします。この動画を見ると YouTube のライバルが多いジャンルで勝ち抜く戦略がわかります。そして競争が多い中でのチャンネル作りの具体的なコツについてもわかるので、最後までぜひ見ていってください。ちなみに僕は普段アニメーションで YouTube の解説動画を投稿しています。 YouTube の始め方や登録者を増やす方法などを解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。個別相談も実施しているので、概要欄の LINE アットの友達追加もよろしくお願いします。まずはじめに YouTube ですでに競争が激化しているジャンルについて話をします。これは結論から言うと大衆受けするジャンルになります。例えばエンタメ系と言われるような一つのチャンネルでドッキリや大食い、Vlog、検証などいろんなテーマの動画を投稿するジャンルは競争が激化しており、レッドオーシャン化しています。これはゲーム実況でもマインクラフト、フォートナイト、ドラクエなどいろんなテーマのゲームに手を出す実況者も同じですし、ペット系でもペットの日常動画を投稿するチャンネルは競争が激しくなっています。こういう全ての年代や男女、趣味趣向を問わずバラエティに富んだチャンネルというのは芸能人やタレントなどの参入も多く、この中で勝ち抜いて登録者100万人、200万人と増やしていくのは難しくなってきているというのが現状です。今この分野でチャンネルを運営している人というのは昔からチャンネルを運営していた人がほとんどで、その方々でも今は再生数が落ちていってるのでどんどん厳しくなっています。なので今から参入する人はまずこの大衆受けするジャンルやテーマを問わないジャンルというのを選ぶべきではないと思います。逆に今は専門性のあるチャンネル、いわゆる何かのテーマに特化した専門チャンネルがどんどん登録者や再生数を伸ばしていっています。大衆受けするチャンネルが増えた結果、 YouTube の動画を見る人が爆発的に増えたことで、ある特定の分野でも多くの視聴者がいる状態となり、専門チャンネルでも登録者が10万人や20万人と獲得できるような状態になっています。またその専門分野で海外の視聴者も取り込んでいくことで登録者100万人なども目指せるようになっています。なので今から参入する人はまずは専門性のあるチャンネルを作るということを意識するといいと思います。また専門チャンネルはこれからチャンスが広がり続けるという話もします。今の YouTube では専門性のあるチャンネルが次々と生まれています。例えば競合の多い料理やグルメのジャンルでもスイーツだけに絞ったチャンネルや無添加の食材やレシピだけに特化したチャンネルなども登録者を増やしていっています。YouTube にこういう専門性のあるチャンネルが生まれていくと、新しい視聴者が YouTube に増えていくので、新しいジャンルも開拓されていきます。例えば昔なら健康や人の老化、シニア世代向けのジャンルというのは視聴者数が少なく登録者や再生数を伸ばすことが難しい分野でした。でも今ならシニア向けの年金問題やお金に特化したチャンネル、白髪やシミ、シワなど美容に特化したチャンネルなども登録者や再生数を伸ばすことが可能になっています。そのためこれからもまだまだ多くのチャンネルができていきます。ということは今から始める人というのも、この専門性のあるチャンネルであれば競争が激しくなっている今の YouTube でも伸ばすことはできますし、勝ち抜ける可能性があります。過去にチャンネルを作ってうまくいかなかったという人も、また新規でしっかりと戦略を練った上でチャンネルを作ってみると違う結果になる可能性も秘めています。単純に競争が激化しているジャンルだけを見てもう YouTube は競争相手が多いから無理だと諦めるというのはすごくもったいないです。まだまだ新しい分野やレッドオーシャンのジャンルでも戦略を変えるだけで登録者や再生数は大きく伸ばしていけるので、ここをしっかりと押さえておきましょう。それでは具体的に YouTube のライバルが多いジャンルで勝ち抜く戦略にはどのようなものがあるのかということについて解説をします。今回は大きく3つの戦略について解説をします。1つ目はより細かいテーマに絞った専門チャンネルを作る戦略です。冒頭で話をした通り、レッドオーシャンの競争が激化しているジャンルで勝ち残るには専門チャンネルを作る必要があります。その専門チャンネルの作り方にもいくつかパターンがありますが、最も基本的なのはジャンルを細かいテーマに分けるということになります。例えばキャンプという大きなジャンルでチャンネルを作るときにはキャンプをいろんな要素に分解してみます。
例えば一人でやるソロキャンプ、女子がやる女子キャンプ、キャンプに必要なキャンプ道具、キャンプでのご飯のキャンプ飯など、キャンプという一つのジャンルの中でもいろんな要素があります。この要素を一つ切り出してそこのテーマに特化するというのが基本的な専門チャンネルになります。キャンプ道具だけに特化したチャンネルであれば、新作のキャンプ道具のレビューやコスパのいいキャンプ道具の紹介をするチャンネルが作れます。そうすることでこれからキャンプを始めようと思っている人がキャンプ道具を買う時の参考にしてくれたり、キャンプ道具やキャンプギアが好きな視聴者を獲得できるようになります。よくある間違いとしては、キャンプだからいいだろうと一つのチャンネルでキャンプ道具もキャンプ飯もプライベートのキャンプの様子も紹介してしまうパターンです。これをやってしまうと、まんべんなくキャンプが好きな人に向けたチャンネルになってしまうので、当然競争も激しくなりますし、他のチャンネルとの違いがあまりできず、登録者や再生数が伸びなくなってしまいます。レッドオーシャンで人気のあるジャンルだからこそ、どこに特化するかというのはすごく大事なので、まずは要素を分解して一つのテーマに絞ってチャンネルを作るということを意識してみてください。2つ目は、視聴者の好みで切り分けた専門チャンネルを作るという戦略です。専門チャンネルの作り方の一つに、人の好みや価値観に応じて細分化するという方法もあります。これは少し難しく感じるかもしれませんが、例えば先ほどのキャンプの例でいくと、キャンプに行く人の気持ちやキャンプが趣味の人の気持ちを考えてみるとヒントが見つかります。例えば同じキャンプへ行く人でも、キャンプは好きだけど準備や片付けがめんどくさいズボラな人、ごちゃごちゃしたキャンプより最小限の荷物でキャンプへ行きたい人、野営など少し危険なサバイバル要素が強いキャンプに行きたい人など、人それぞれ好みや価値観というものが異なります。動画を見るときも、視聴者は自分の好みや価値観で動画を選んでいるので、この好みや価値観に特化してチャンネルを作ると、視聴者を獲得できる専門チャンネルになります。例えばできる限り最小限の荷物でと考えている人向けなら、ミニマリスト×キャンプでミニマムキャンプに特化したチャンネルを作るといいです。軽量装備のキャンプ道具の紹介やバックパック一つで楽しめるキャンプ動画などは興味のある動画になります。野営や危険も伴うキャンプが好きな人向けなら、サバイバルキャンプに特化したチャンネルを作るといいです。冬の極寒の中でのキャンプだったり、大雨や過酷な自然環境でのキャンプ、最低限の荷物や食料だけで挑む無人島キャンプなどは興味を持って視聴をしてくれます。これはキャンプだけではなく、他のどのジャンルでも応用可能なテクニックです。キャンプギアだけに特化してしまうとネタ作りが難しいとか、そこまでの専門性がないという人に関しては、こういう人の価値観で切り分けて専門チャンネルを作るといいので、こちらもぜひ実践をしてみてください。3つ目は、テーマの掛け合わせで専門チャンネルを作る戦略です。専門チャンネルの作り方には、先ほど話をした細分化や価値観での切り分け以外にも、他のテーマとの掛け合わせという方法もあります。これは人気のテーマと人気のテーマを掛け合わせて専門性を強めるという戦略でもあります。例えばキャンプを例にすると、夫婦×キャンプのチャンネル、車中泊×キャンプのチャンネル、釣り×キャンプのチャンネルなどの専門チャンネルはこれに当てはまります。夫婦のチャンネルだけでも人気のテーマですし、車中泊や釣りだけでも最近はすごく人気のテーマになっています。ですがこれらのジャンルも基本的には競合が増えており、これからレッドオーシャンになることも予想されます。その中でもキャンプという人気のテーマを掛け合わせることで、他のチャンネルとの差別化にもつながります。ポイントは、掛け合わせる要素を増やしすぎないということと、必ず関連性のあるテーマで掛け合わせるということです。よくこのテーマの掛け合わせで専門性を強めようと、いろんな要素を掛け合わせてしまう人がいますが、これはやりすぎると専門性が強すぎるマニアックなチャンネルになり、逆にこのテーマを求める視聴者の数が少なくなってしまいます。またあまり関連性のないテーマを掛け合わせてもすごく需要が少なくなってしまいます。釣りとキャンプであれば、同じアウトドアで共通して趣味にしている人も多く、関連性があるので相性はいいですが、ヨガとキャンプを掛け合わせてしまうと関連性が低いので、これは再生されにくくなってしまいます。専門性を強める意味では、関連性のある2つの要素を組み合わせるだけでも十分専門的なチャンネルになるので、このパターンでチャンネルを作るなら、相性のいい要素を1つ探してみるといいと思います。今チャンネルの戦略について悩んでいる人は、ぜひこちらを実践してみてください。最後におまけですが、チャンネルにトレンド要素を追加するとさらに伸ばしやすいという話をします。今回は競合が多い場合には専門チャンネルを作る方がいいというテーマで話をしました。そして事例にはキャンプを中心に取り上げましたが、このキャンプも今トレンドで伸びているジャンルでもあります。
他にもアウトドアは基本今のトレンドですし、 DIY なんかも流行りで YouTube 上で視聴者が増えています。専門性のあるチャンネルを作ると視聴者数は一定数に限られるので、こういうトレンドのもので一時的に視聴者数が増えていたり、今後視聴者数が増え続けるジャンルというのはすごくチャンネルを伸ばしやすくなります。逆にレッドオーシャンのジャンルでもう流行りが終わりつつあって視聴者数が減っていっているようなジャンル、もう横ばい傾向のジャンルというのは専門性を強めても難しい場合もあります。なのでチャンネルを作るときにはこのトレンドの要素も加味して考えるとより作りやすくなると思います。世の中のトレンドは本や実生活からアイデアをもらうといいと思います。実際に本屋に行ってみて話題の新刊のジャンルを調べたり、雑誌での特集で今どんなものが流行っているのかを調べてみると意外とたくさんのヒントが見つかります。チャンネルを作るときに頭で考えすぎてもなかなかいいアイデアというのは生まれてこないので、実際に手足を動かしてみてヒントを見つけてみるといいと思います。今チャンネル作りで悩んでいるという人は個別にも相談に乗りますので、ぜひ気軽にご相談ください。それでは本日のまとめです。今回は YouTube のライバルが多いジャンルで勝ち抜く戦略について解説をしました。具体的な戦略としては、より細かいテーマに絞った専門チャンネルを作る、視聴者の好みで切り分けた専門チャンネルを作る、テーマの掛け合わせで専門チャンネルを作る、この3つを紹介しました。これから YouTube でチャンネルを作ろうと思っている人はぜひ今回の動画を参考に頑張ってみてください。また動画のコメント欄で動画にしてほしい内容を募集しています。日々のチャンネル運営で悩んでいることがあればぜひコメント欄にコメントをください。概要欄の LINE アットからでも個別に動画のフィードバックもしているので、そちらも気軽にご相談ください。それでは今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。